はい、ラックドゥゴーブに着きました。今何時かな、多分10時頃かな、9時半か10時頃。7時前に起きて、あそこ、あとパンとか買って、お、雷、8時のバスに乗って、ポンテスパーニまで行きました。そしたらめっちゃ雨が降ってた。 ですっごい霧と雲で、雨も降っていて、湖に全く山とかの反射とかがありません。じゃあキャビンまで行くつもりだけど、昨日のようなキャビンの状態だったら、ちょっとさすがに止まることはできないので、歩き続けてちゃんとしたところまで行くつもりです。人が歩いてる。追いつこう。氷が降ってきました。うわ、さっきめっちゃゴロゴロって言って、そら氷、すげえ、霧も高くなってきてる。近くにいるのは初めて。逃げ出したか。これがマーメッツっていうやつで。おー、かわいい。 うわー、ふわふわや。おー、走れ走れ。現在水曜日7月28日 ?8 日、の午前6時半です。昨日は全然霧のせいで見えなかったや、ビニマールという山が今日は随分はっきりと見えます。全然今日は全く雲がありません。すっごいいい天気になりそうです。うわー、今から多分太陽が昇ってきて、一番てっぺんのところに赤い光がこう照らされる 風になっていくと思います。水曜日の9時前です。てっぺんまで着きました。 そしたらあれがビニマールです。ずいぶん近くなって、これが、うわー、太陽が見えます。 歩いて多分2時間、あ、2時間で着きました。同じ場所です。多分5分後、じいちゃんばあちゃんと兄ちゃんが上がってきました。彼らはプティビニマールという山を登るつもりらしいですけど、上に登るまでに多分1時間かかって、降りるのに30分ぐらいかかるので、ちょっと私はさっさと行った方がいいと思うので、多分6時間かかると思うから、もう山を降りると思います。
もうちょっとで多分10時かな。今ヘリコプターがほら出ていく。多分誰かの救出かな。あんなところに泊まることは普通ないだろうから。結局説得されて上まで来ちゃいました。てっぺーん、あれが楽とゴーです。遠い、ちっちゃい。あ、ヘリコプター、バイバイ。すっごいきつかったです。今までの中で一番難しかったかも。わ、あ、雪、雲の上です。はい、今現在水曜日の2時です。霧がかかって見えないとこから降りてきました。多分3000メートルぐらい降りて、多分もっと降りてきました。そしたら今谷にいます。そしたら羊がいっぱい、すっごい可愛いで、さっき3頭ぐらい血統してたけどビデオ撮り損ねてしまいました。で、遠くの方に見えるかな、池があるんだけど、池の向こうに駐車場があるって言われて、で、道路はすごい歩くのつまんないから、そこの駐車場からギャバリーにまで降りる車見つけて、なんか乗せてもらえばいいとおじいちゃんに言われました。だからそうしてみます。現在水曜日8時20分です。で、ギャバリーの近くのレフュージュ・グランジョールにいます。山奥のレフィッシュとは違って、お湯もあってますし、こうやって部屋に荷物も持って入ってくることもできます。ずいぶんスペイン人が多いですね。結局8時間のルートはやめて、まあ、やったん実際にやったんですやったんだけど、あ、実際に歩いたの6時間で、あとは車に乗せてもらいました。知らない人に。だから結構楽してここまで来れました。The pipes are calling from glen to glen and down the mountain side. The summer's gone and all the roses falling. It's you, it's you.あっちがフランスで、こっちがスペインです。だから国境越えました。戻る。